はい、元バイク屋のフォアグラさん、略してバイアグラさんです。こんにちは。さて、今回は気にはなってるけど怖くてなかなか使えない激安エンジンオイルの話。よくオイルはケチっちゃダメだとか、高いオイルを長く使うくらいだったら安いオイルを頻繁に変えた方がいいよとか、オイルに関してはいろいろ言われてますよね。そして最近バイクに乗り始めたっていう人であれば、バイク用のエンジンオイルの値段の高さに驚いたっていう人も多いんじゃないでしょうか。4輪の場合、4リッター缶で2000円以下なんてものはゴロゴロありますけれども、バイクではあんまり見かけませんよね。バイク屋さんや用品店で売られているオイルもたくさん種類があって、どれを選んだらいいのか分かりませんよね。純正オイルを入れるべきっていう人もいるし、社外オイルの方が高性能っていう人もいる。というわけで、巷で言われているオイルに関するあれこれをズバッとフォアグラさんの独断でお伝えしようと思います。あらかじめお断りしておきますけれども、たとえバイク屋であってもメーカーの人間であっても、この考え方っていうのは人それぞれで正解なんかありません。あくまで自分の考えをお伝えしますんで、一つの考えとして受け取っていただき、共感できるんであれば自分のおすすめするオイルを選んでみてください。それでは今回の内容です。まず、価格に数倍の開きがある激安オイルと高級オイル、なんでそんなに開きがあるのか、その理由をお伝えします。次に純正オイルと社外オイルについて、それぞれのメリットだけでなく規格についての考え方もお伝えします。最後に純正オイルと社外オイル、どちらがおすすめなのか、またどのくらいの価格帯のものがおすすめなのか、そして自分が入れているオイルとそのオイル以外にもおすすめしたい Amazon でも簡単に買えちゃうオイルについて紹介していきます。それでは早速解説に入っていきましょう。はい、では激安オイルと高級オイルの違いについて解説をしましょう。1リッター数百円のオイルと1リッター3000円を超えるオイル、随分価格に開きがありますよね。激安オイルはなんか怖いような気もしますが、まあ安心してください。どんなに安いエンジンオイルを使用したからといって、きちんと二輪車用の規格を取得しているものであれば問題なく使用することができます。よく激安オイルはやめとけとか、オイル代をケチるななんていう人もいますけれども、公道で常識的なライディングをするんであれば何ら問題はありません。ちなみに二輪車用のエンジンオイルの規格っていうのは、このジャソの MA や MB といった記載があります。また中には MA1、MA2 といった記載があって、基本的にはこの MA と記載されているものを選んでいただければ大丈夫です。 MB というのは低い摩擦特性を持っていて、スクーターなどクラッチへの影響を気にしないでいい車種に使用するのがいいでしょう。 MA に比べると四輪のオイルに近いイメージです。摩擦抵抗が少なくなるんで、エンジン内部のフリクションロスの低減や低燃費っていうのが期待できますね。では1リッターあたり3000円を超えるような高級なエンジンオイルっていうのは一体何が違うんでしょうか。まずベースオイルが違うはずです。激安オイルは鉱物油というものが使われていて、不純物を多く含みます。そのためオイルの劣化が早かったり、エンジン内部のスラッジ、つまり汚れの原因になりやすいんですね。それに対して高級なオイルというのは、一般的に化学合成油というものを使用していて、不純物が少なく長持ちしますね。さらにスラッジの発生も少ないというメリットがあります。ただし化学合成油を使ってはいけない車両っていうのも中にはあって、それは旧車、80年代前半くらいまでのバイクは要注意で、鉱物油を使用することを前提に作られていて、化学合成油や部分合成油を使用するとオイル漏れの原因になってしまいますので、そこは要注意です。ちなみにこの化学合成油の中でもグループ4、グループ5とカテゴライズされるパオやエステルと呼ばれるものは特に高額である傾向があります。グループ3という鉱物油をベースに高度に精製し、化学合成油として販売されているものもあります。こちらは比較的安く化学合成油として売られていながら、1リッターあたり2000円を下回るものもあります。まあ2000円以下で売られている化学合成油っていうのは大体このグループ3ですね。まあ、ちょっと話が脇道に逸れてしまいましたけれども、結論から言うと、鉱物油ベースの激安オイルでも特に問題はないってこと。一般的な行動におけるライディングで性能の差を体感するってことはまずありませんし、きちんと定期的に交換さえされていれば、明らかに調子が悪くなるなんてこともなく、将来の買取価格が下がるなんてこともそうそうありません。細かいことを言えば差はないわけではありませんが、その差を体感できたとしても、その価格差ほどのメリットっていうのはなかなか感じにくいと思います。そして高額なオイルと安いオイルの差はベースオイルによるものだけではありません。基本的にオイルの性能というのは、先ほどお伝えしたベースオイルだけではなく、それに加えられる添加剤で決まります。
つまりベースオイルプラス添加剤、これでオイルのおおよその価格、性能が決まると言えます。添加剤というのは用品店で売られているオイル添加剤のことではなく、エンジンオイルという商品にはもともと配合されているものなんですね。汚れを分散させてエンジンをきれいにする作用を持つものとか、潤滑性能を向上させるもの、錆の発生を抑えるものなど、いろいろな種類があって、それをどのくらいどのようなバランスで配合するかでオイルのキャラクター特徴が決まるわけですが、実はこの配合についてはオープンになっていません。ですので、どのオイルにどのような添加剤がどのくらいの量、どのくらいのバランスで入っているのかってことは誰にもわからないんですね。ベースオイルが化学合成油だとしても添加剤がいまいちってことがあるかもしれませんが、それを判断するにはよほど長期間入れ続けて自分で判断するか、どこかで分析してもらうしかないでしょうね。ただ一つ言えることは、日本できちんと MA なり MB なりの二輪車用オイルの規格をパスしているものであれば、通常の仕様では全然問題がないってことですので、激安オイルであっても規格の記載があれば安心して使っていただいて大丈夫です。では次、純正オイルと社外品オイルの違いについて解説をしましょう。はい、では純正オイルと社外オイルの違いについて解説をしましょう。純正オイルの最大の特徴、それはバイクというものはそのメーカーの純正オイルまたは指定オイルを使用することを前提に開発設計されてるってことですね。言ってみれば間違いないオイル、安心して使えるオイルなんです。メーカーが設計の段階からそのオイルを使用することを前提にしていて、様々な試験を行いデータを取り世に出しているわけですからね。まあ、これ以上安心して使えるオイルはないと言ってもいいでしょう。車種ごとのエンジンとの相性を心配しなくてもいいんです。じゃあ社外品のオイルは故障のリスクがあるとか、故障の対象外になるとか、何かデメリットがあるか、そんなことはないんで安心してください。もちろん規格外のオイルを入れたりしたら故障したり保証対象外になることは考えられますけどね。二輪車用の規格を取ったオイルであれば、それが原因で故障するなんてことはありません。むしろ純正よりもよほど高性能なオイルだってあるんです。じゃあ社外品のオイルを選ぶメリットって何なんでしょう。それは選択肢が多く、自分の好みのオイルを選べるってこと。また純正オイルと同等の性能であったとしても価格が安かったりもします。ですので単純にどちらの方が優れているとか、どちらを使うべきだなんてことは言えないんですね。それに先ほどの章でもお伝えしたように、オイルの性能や添加剤なんかはオープンになっていないんで、そもそも比較することが難しいってのが実情です。そこでオイルの良し悪しを推し量る目安となるのが API 規格という規格。先ほどは MA 規格や MB 規格という話をしましたけれども、これは JASO というバイク用の規格であって、エンジンオイルとギアオイルを兼ねているバイクならではのクラッチの摩擦を意識した規格なんですね。それに対して API 規格というのは四輪にも共通のエンジンオイルとしてのグレードの目安なんです。ただしこちらは近年燃費性能や排ガスの浄化性能、触媒への影響の低減など環境性能が高いものがより高い規格に求められる条件となってきているため、必ずしもバイクの性能が上がるとかバイクのエンジンに優しい、機械的に高性能、そういうわけではないんですね。ですので一概に何とも言えないところもあるんですけれども、まあ参考程度にはなると思います。では次は最後の章、純正オイルと社外オイル、どちらがおすすめなのか、また自分が普段使っているオイルだけでなく Amazon などでも購入できるおすすめのオイルを紹介します。はい、では最後の章、純正オイルと社外オイル、どちらがおすすめなのか。結論、どっちでもいいです。メーカーが推奨しているっていう安心感を得たいんだったら純正一択、コスパのいいオイルや自分好みのものを探したいっていうんであれば、たくさんの選択肢がある社外オイルがいいでしょう。ちなみに自分は社外オイルを使用しています。モチュールというオイルメーカーのもので 100% 化学合成油、これだけ聞くと1リッターあたり3000円くらいはしそうなものなんですけれども、レッドバロンでバイクを購入するとオイルリザーブシステムというサービスを利用することができ、30リッター1万8000円というとんでもない激安価格でまとめ買いができるんですね。まあ、実質1リッターあたり600円と用品店などではとても考えられない値段ですね。しかも化学合成油でも鉱物油を生成したグループ3ではないということを確認しましたんで、パオもしくはエステルという特に高級なグレードのものです。交換1回ごとに数百100円の工賃は発生しますけれども、それを含めて考えても圧倒的に低価格なんで、レッドバロンでバイクを買うっていう人にはもうぜひおすすめしたいですね。というわけで自分はモチュールの 240RS というオイルを使用しています。
しかしこのオイルは一般市販されておらず、レッドバロンでバイクを買ってないという方は買うことができません。ですので、アマゾンや楽天でも購入できるおすすめオイル、結構マイナーなんですけれども、安くていいオイルがあるんで、それを紹介します。今回紹介するのは、あくまで一般的な使用方法、たまのツーリングや街乗りっていう前提で、サーキット走行や大型スーパースポーツをガンガン回して使うっていう使用法は想定していません。自分がおすすめしたいのは、テイト産業というメーカーのテイトプレミアム M4S というオイル。正直あんまり聞き慣れない企業名かもしれませんけれども、これは日本の企業で、オイル自体もメイドインジャパン、1947年に設立された会社で、日本初の屋根付き三輪バイクを開発して、日本初の宅配ピザであるドミノピザへ納入したりと、実は結構歴史のあるバイク関連企業なんで安心してください。実はこれもう1年以上前に企業案件で受けて、自分も初めて知った商品だったんですが、結構いいんですよ。まずグループ3ながら 100% 価格合成油、そして二輪用の規格である MA 規格、それも MA2 の規格を取得しています。 MA2 の規格ってのは MA 規格の中でも特に摩擦特性に優れてるんで、最も安心して使える規格なんですね。それでいて価格は4リッター缶で、 Amazon 価格でだいたい4000円ちょっと。これは一般的には鉱物油とか、せいぜい部分合成油と同じくらいの価格であって、ホンダの純正オイル、最もベーシックなグレードである G1 と同等の価格帯なんですね。通常の使用環境下では十分すぎる性能を有していて、この価格っていうのはね、ちょっと信じられないくらいですね。実際自分のバイクにも入れてみましたけれども、ギアの入りの改善が見られ、シフトタッチが気持ちよくなって、ニュートラルが出しやすくなりました。まあ、以前案件を受けた際は商品の提供を受けましたけれども、今回は金品一切受け取っておらず、勝手に企業案件してるだけですね。こうやって無償で宣伝すると、ステマラなのなんなのって叩いてくる人が出たりもするんですけどね。まあ、このチャンネルでは制作費とか物品提供を受けている場合、必ず動画の冒頭にプロモーションを含む旨の記載が出るように設定してますんで、安心してください。本当に安くていいものだから紹介してるだけです。またこのようにオイルを購入して自分で作業するんであれば、トルクレンチは絶対に買っといてくださいね。4000円程度の安いものでもいいんですけれども、自分のおすすめは今買うんだったらデジタル式のものですね。プリセット型って呼ばれる昔ながらのトルクレンチは、使用するたびに緩めて保管しておかないといけなかったり、その作業を忘れると精度が狂ってしまって公正に出さなければいけなかったりと、意外と面倒なんですよね。デジタルであれば緩めずそのまま保管しておけるんで、そんな心配はいりません。1万円程度と、ちょっと値段は張るんですけどね。ただこれって今ふるさと納税でも申し込みができるんです。今年のふるさと納税が余ってるって方であれば、そちらをぜひ利用してみてください。テイト産業のおすすめオイルだけでなく、デジタルトルクレンチの販売リンク、そしてデジタルトルクレンチのふるさと納税の申し込みページのリンクを、この動画の概要欄に貼っておきますんで、興味がある方は覗いてみてください。はい、今回は激安オイルと高級オイルの違い、規格の違いなどについても解説をしましたが、いかがでしたか。安いオイルはバイクに悪そうなんで、高いオイルを選べばいいっていう単純な話ではなく、安いオイルはベースオイルが安かったりもするけれども、別に使用上問題ないってことをご理解いただけたでしょうか。この動画が参考になったっていう方は、ぜひ高評価のボタンのクリックをお願いいたします。また参考にならなかったよって方、それはそれで遠慮なく低評価のクリックをしてくださいね。この数比率を見て今後の動画テーマを考えてますんで、ワンクリックで感想を伝えていただけると嬉しいです。先ほどもお伝えしましたが、動画の概要欄にはオイルなどの販売リンクが貼ってあります。それだけではなく、非常に珍しい二輪車の任意保険一括見積もりのリンク、写真だけでバイクの査定額が分かるリンクを貼っておきます。どちらも無料なんで、任意保険が高いと感じている方、バイクの乗り換え予定がある方だけでなく、興味本位でも自分のバイクの査定額が気になるって方、ぜひ一度申し込んでみてください。申し込み1件ごとに慈善団体へ寄付活動を行っています。この動画の制作時は日本赤十字社に送り、ウクライナの人道支援に役立てられます。ぜひ皆さんのお力添えをよろしくお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。